皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日は ADHD のことについてお話をしていくんですけども、ちょっと前に私が出した動画で、実は私 ADHD でしたっていうカミングアウト動画がなんかめっちゃいろんな人に見ていただけてたようで、本当感謝しております。ありがとうございます。多分今視聴者さんの中には ADHD って何っていう方もいらっしゃると思うんで、私が以前出したカミングアウト動画、画面の下にリンク貼っておきます。もしくはこの辺にカードが出てますんで、そちらを見てからの方が多分この動画分かりやすいと思います。ぜひそちらもご覧ください。今日は ADHD の何について話すかというと、こちら、元男の子 ADHD の人多いんじゃね説っていうことで、なぜこのことを話そうと思ったかというと、なんか昔から私自分以外の元男の子に対してもなんかあれみたいな、なんかでなんかちょっとねハテナマークがつく時があったんですよ。で最近ちょっと、ネットで性同一性障害、私みたいなその性別変えた人って性同一性障害っていうじゃないですか。なんか生まれてきた性別とちょっと逆の方になんか自分をこうなんか身を置きたがるみたいな。それでちょっと調べたら、なんかね、性同一性障害と ADHD って近しい存在みたいな記事があったんですよ。で、それを結構なんか見てみたら、これ私が昔から考えてたこととほとんど当てはまってんじゃんっていう、感じの記事だったんで、今回はその記事に沿って私が昔から思っていた元男の子に対しての疑問をちょっとお話ししていきます。4つぐらいにポイントまとめて話します。まずそしたら私が思っていたことを4つを発表する前に、その記事の一部を読まさせていただきます。オランダの性同一性クリニックで実施された発達障害と診断された人が性別への違和感を感じる割合は、一般人だと 1% 未満に対して、この発達障害、ADHD と診断された人では7.8% なんだって。じゃあ本題に行きましょう。疑問ポイント1、時間にルーズな人が多い。これは別に人それぞれだと思うんですけども、私ニューハーフバーで働いてたことが、あって、遅刻する人とか、今日この日仕事あったんですかって言って仕事に来ない人とか、私もそういうこと結構あったんですけども、そういう人が多い。私はそのニューハーフバーと普通の女性が働くスナック、どっちも働いたことがあるんですけども、やっぱりねスナックで働いてる時の方がなんかもうちょっとそういう部分にしっかりした人が多い印象を抱いてました。これは私一個人の考えなんで皆さんに共通するか分かんないんですけども、じゃあまずちょっと一つずつ言うからさ、なんか本当かどうかちょっとさアンサーして。その一つ目の時間にルーズな人が多い、元男の子でだよ。そう？いやいや、うち別に時間にルーズじゃないと思うけどね。で2つ目、コミュニケーションが苦手な人が多いっていうこと。私はコミュニケーション結構うまい方っていうか得意と思うんですよ。ママどう？うちコミュニケーションどう？うちなのでそこも人それぞれだと思うんですけども、今まで私が会ってきた元男の子さんの中にはちょっとなんだろうな、これ見下すわけではないですけども、そのインドアっていうか、なんか会話が苦手そうな、ちょっとボソボソって喋るような方もなんか多いイメージ。でもニューハーフバーとかで働く人ってうえーみたいな人が多いんで、本当そこはもう分かんないですけども、その両極端が多いと思いました。この中間の感じの人があんまりいないようなイメージだな。で3つ目、衝動性がある人が多いっていうことです。ちょっと悲しい話ですけども、結構その元男の子さんってなんか生き急いでる方がめっちゃ多いんですよ。私もそうだったんですけども、早く手術したい、早く下ポコチン取りたいみたいな、もう今すぐにでもこのジャンボフランクをも取りたいっていう人が多いんで、ちゃんとよくよく将来のことを考えて取んないと、例えば取った後に後悔しちゃう人もいたりとか、子供を作ってから女になればよかったとか、なんかそういう人もたまにいて、で絶望してうって自分で自殺しちゃったりとか、なんかそういう人も周りに結構私の近辺にはいたんで、あとどうなんだろう、衝動性って言ったらたまにいきなりブチギレる人とかもいたイメージ。うわーってなってブチギレる人いた。癇癪っていうんですかね。ママうちどうかな、いきなりウェーってブチギレたりとかする？ないよ。うちは怒んないか基本。てか怒んないな。なんかあんまりパパと同じ？うち？あー、結構そのなんか段階をちゃんとこう説明したがると思う、私の場合。でもなんかうわーみたいな、なんかそういうのなんない、ないないない。結構怒る時は真面目に怒るって感じ。なんか感情的にうわーじゃなくて、こういうのがこうだからこうなんじゃないのみたいな。だから時々どっちがお母さんなんだってなる。ただ私衝動性、私もありますよ。買い物の衝動性が私はあります。いきなり高額なものを買っちゃったりとか、そういうのが前あったんで。てかそういうことが続いてたから、なんか全然お金がたまんない時期があって、それをやめれたんですよ実は。どういうふうにやめたかというと、現金を持つのをやめたから。結構それはでかくて、私って今までその財布にはとりあえずなんか全財産いつも入れてるみたいな状態だったんですよ。で欲しいもんあったらなんか後先考えずに、なんか来月のことどうでもいいやみたいな感じでバーって買ってたんですけども、今は何に変えたかというと、クレジットカードもあんまり持たない Suica に、今日使う分をチャージしといて Suica でしかできないところに行ったりとか、あと財布に極力もう 3,000〜4,000 円ぐらいしか入れてないっていう場合が多いです。なのでなんか1日のこのリミッターをなんか設けてやることで、なんか買い物への衝動性私なくなりました。ある？ああ、もうつくづく失敗してきたんで、それでそして次、一つの分野に長けてる人が多い。例えばその美容業界や芸術家やアーティストさんが、性思考がなんか少数派の人だから、まあ要は LGBT みたいな感じの人たちですよね。例えばなんだっけの人のIKKOさんとかだと、そのメイクがすごいめちゃめちゃうまいとか、あと假屋崎さん假屋崎慎吾さんでしたっけ、もうすごい生け花が上手とか。あと面白いのが美容師さんに言う業界用語があるんですよ。新宿のお姉さん方に私教えてもらったんですけども、美容室にこう行った時になんかこの美容師さんちょっとあれなんじゃないのって思った時は「すいませんお兄さんお姉さん」みたいな「わかります？お兄さんお姉さん」って「お兄さんはその LGBT の人なの？」みたいな。やっぱそういうなんかに長けてる人が多い。ただその長けてる人たちが全員 ADHD か分かんないですよ。ただ ADHD の人ってその物事一つにめちゃめちゃうわーってなって、他の人が何にもできませんっていう人が結構多いんで。私何にも長けてないけどな。いや私なんか長けてるまま。何？ふざけたことをわーじゃないよ。よくふざけるんじゃん。それすごいと思う。いやいやいや、今の分かるうち4つ目のやつあって。アーティストとかさ、なんかメイクアップアーティストとか、なんか美容芸術家とか、なんかそういうことをうち言ってるんですけどいや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 、この4つが私が今まで感じていたことなんですけども、なんかその ADHD って言っても障害があるからなんか多めに見てとかじゃなくて、私正直自分のこと ADHD と思ってないし、ただの性格だと思ってるんで、別に皆さんにその甘く私のこと見てみたいなことは全く一切思ってません。ただ自分の個性として思ってるだけなんで、昔診断されたよっていうその事実だけしかないんで、自分は別にって思ってるんですけども今回ちょっと思ったことをお話しさせていただきました。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてバンドチャンネルも画面の下にリンクありますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。